ありがとうございます。もうちょっと大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとしすぎですけどね。いいだろう、別に。拍手が多い分には気持ちいいでしょうよ、ね、さあ、俺最近実家に帰れてないんだよね。ああ、地元北海道だもんね。そうなんですよ。まあなかなか帰れないですよね。ちょっと遠くてね。うん、うん、北海道の余市ってとこ出身。そうなんですよ。知ってます？余市。余市ね。どっちでもよくない？イントネーションそんな重要じゃないと思うんだけど。余市の人で、余市っていう人いないから。俺そんな余市って言ってた？余市って言っちゃってるから。本当に？あ、そう。そうなんですよ。気をつけてね。でもその余市のことがあんまわかんないから、まあどっちでもいいかなって感じもするんだけど。うわ、バカにしてる。してないよ、別に。出たよ。バカにはしてないよ。田舎だと思ってすぐバカにする人いるんですよ。してませんよ。でも皆さんもバカにしてると思う。してないだろ、どう考えても。ね、余市バカにしてんでしょ。バカにしてます。被害妄想がひどいですね。すいませんね。だから、バカにしてんじゃなくて、お客さんみんな余市知らないし。知らないんだね。俺も知らないからさ。うん、ね。だからその余市ってなんか有名な偉人とかいるの？あ、偉人ね。仙台だったらね、伊達政宗公っていうね、有名な偉人いるじゃないですか。うん。余市にはね、マッサンっていう偉人がいますから。マッサン、うん、マッサン、うん、マッサンって何年か前に朝ドラになったあの人。そう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 。猟銃で巨大なヒグマを仕留めた人ね。そんなイメージね。マッサンにマタギのイメージ持ってないのよ。日刊ウイスキーの創業者かなんか、ね。そうそうそう。うん、で日刊ウイスキーの資料館にそのヒグマを仕留めた時の写真が残ってる。その情報は知らんけどね。で、豆知識があって、うん、マッサン。ヒグマね。ヒグマね。なんでマテ。なんでマッサンが吊るされてる。違う。この状態でどうやって創業すればいいの、こうやって。この状態で創業しなくていいだろ。日刊ウイスキーが届けよ。違う違う。マッサンの話を伏せたからマッサンをやったのかなと思ったの。マッサンは追加10で、ね。あ、10持ってるね。こうなってる。ヒグマ顔をやってくると思わないですから、そうです。本当ね。まあ、ただ確かにね、その、余市ってマッサンの街なんだ。そうなんですよ。ああ、ちょっと興味湧いてきたかもしれない。うん、人口ってどれぐらいいるの？人口はね、1万7000人ぐらいですかね。ああ、1万7000人だと、宮城県だと七ヶ浜町ぐらいですかね。で、小学校が5校。めちゃくちゃ多いね。5校もあるの。統合した方がいいんじゃないか。あ、でも1個並行しちゃったから4校。いや、だとしても多いのよ。人口に対して4校多い、統合しましょう。で、4校中1校は全校生徒10人。うん、統合しろ。子供たちいっぱいいた方が楽しいから、統合しろ。で、俺の母校と隣の小学校は自転車で5区。統合しろ。自転車で5区は1キロちょっとで歩ける。統合しろよ。豊富なんですよね。めちゃくちゃ小学校いっぱいある、ね。そうなんですよ。小学校いっぱいあるのは分かったけども、うん、なんかこう街のシンボルみたいなのないわ。あ、シンボル。うん。余市のシンボルは、ろうそく岩。ろうそく岩。ね、うん、ああ、あれかな、政宗公の騎馬像みたいな感じかな。じゃあカップルとかがそこで待ち合わせとかするわけだ。ろうそく岩は岸から沖合500メートル。行けねえじゃねえか。海の上にあるの。行けないよ。行けないね。待ち合わせできないそれ。行けないやつじゃん、それ。行けないやつだ。うん。海の上にあるやつ。どういうやつなのよ。だからこう、日本海のね、うん、荒波がこう作って削ってこう、細長くなったって、そういう岩です。自然にできたタイプのシンボルね。そうそうそう、だからろうそく岩。いや、そういうんじゃなくて、うん、人工建造物で一番のシンボルは。北海道信用金庫。北海道信用金庫。うん。信金が町のシンボルなの。そうそうそう。うちの信金は、周りの低い建物に比べて、一つだけ7階建てで異様にでかいから、余市の中山大観音って呼ばれてる。呼ばれるわけねえだろ。新金と中山の観音様一緒に並べるんじゃないよ。もう新金様だよね。なんだ新金様ってな。拝むんじゃないよ、信用金庫を。下ろしたいです。下ろせよ、勝手にな。自分の金だし、自分の口座なんだから、好きな時に下ろせばいいだろう。そうですね。うん、いや、その新金様の屋上に上がったら、余市の夜景とか楽しめたりするわけでしょ。お年寄りしかいないんだから、夜は真っ暗だよ。一個もいいとこねえな、余市。今んとこ一つもいいとこないよ、大丈夫。コンビニも11時で閉まるしね。典型的な田舎あるあるが出てきちゃったけども。じゃ、逆にさ、そんなに田舎なんだったら、うん、なんかこう、温泉とかないわけ。余市にはね、うん、宇宙の湯っていう天然温泉があります。いいのあるじゃない。うん、宇宙の湯ですって。あ、わかったよ。周りに何も建物がないから、夜になったら星空を見上げながら露天風呂を楽しめちゃったりするわけだ。宇宙飛行士の毛利守さんの実家の跡地に建てたから宇宙の湯。うん、全然関係なかったね、うん。ほぼほぼ関係ない宇宙が。そうそうそう。あったの。だから毛利守さん出身地で実家があったんですけど。実家があった。まあ、亡くなっちゃったと。うん。で、そこが空いたから、そこに建てたから宇宙の湯。あ、そこに毛利守さんの親族が建てた。あ、他人。あ、他人。他人が建てた。他人が建てた宇宙の湯、うん。他人が建てた宇宙の湯。そうなんです。すごいね。ビジネスの匂いしかしないわけみたいな。事情はわかんないです。あ、そういう感じの宇宙の湯があるわけね。じゃ、なんかさ、有名な食べ物とかないの？名物。うん、これやっぱリンゴですね。
リンゴ、うん、いや、リンゴって言ったら青森じゃないですかね。ちゃんと理由があるんですよ。理由がある。さっきのマッサンが言うでしょ、うん、マッサンがウイスキーを作る。うん。その時にこう、時間がかかっちゃうんですよ、ウイスキー。はあはあ、だその間、リンゴジュースを売って収益を出したい。だからリンゴが有名になったんです。はぁ、あ、ね。すごいですね。なんか急になんかためになる話聞けましたけども。で、うん、リンゴがモチーフのゆるキャラもいます。よいちに、ゆるキャラがいる。クイズ、ゆるキャラの名前は何だろうなぁ。こういうやつが事件を起こすんですよね。急にスイッチが入るから怖くなっちゃう。クイズ、ゆるキャラの名前は何だろうな。勝手に始めないでください。与一町のゆるキャラは顔がリンゴのお侍さん。さあ名前は何。いや、そんな興味ないのよ。俺もみんなもそんな興味ない。何。いや、Z に言うんじゃねえ。 Z を考えねえんだよ。シンキングタイムスタート。顔がリンゴの。シンキングして。いいよ、お客さんには考えさせなくていいのに。考えなくていいですから、僕が全部被りますからね。顔がリンゴのお侍さんだから、リンゴと、侍でゴエモンで、リンゴエモン、リンゴエモンどうですか。リンゴエモン。いいんじゃない。惜しい。惜しい。いいとこ言ってたみたいですよ。正解は、うん、ソーラン節くん。全然関係ねえな。全然かかってなかった。ソーラン節なんて一つも言ってないし、何もかかってない。かかってこい。ソーラン節くんの、この節が、お侍さんっていう意味の節だから。あ、そこがかかってんのね。なるほどね。リンゴ要素どこ行ったんだよ。なあ、顔がリンゴなんだろう。名前にリンゴ入ってなきゃおかしいだろうな。アンパンマンだって顔アンパンだからアンパンマンなんだよ。つまんなそうな顔すんな。お前が出してきたクイズだろう。もうじゃあさ、もうなんか夜市の観光名所とかないの。観光か。観光名所一つ役立つあるでしょ、うん、仙台だったらさ、定義山とか秋保大滝とか仙台城跡とか尻羽山、もいれ岬、ふごっぺと。聞いたことないやつばっかり。一つも聞いたことないやつ出てきたよ。尻羽山知らない。尻羽山なんか誰も知らないんだよ。尻羽山みんな有名。知らないもん。ギリギリあのドラゴンボールの山しか知らないよ。パオズ山でしょ。パオズ山しか知らない。それじゃない。ドラゴンボール落ちてないから。それで最後なんて言った。ふごっぺ洞窟。ふごっぺ洞窟ってなんで、ふごっぺ洞窟って。違う違う違う。絶対ないんですよ、そんな山。なくないんですよ。ね、あれでしょ。なくないんですよ。あの、観光名所なさすぎて今自分で考えたでしょ。架空でこんな言葉出ます。恥ずかしいなと思って考えたじゃないの。出ないんですよ。あ、違う、まあ、ちゃんとこれも理由があります。理由がある。アイヌ語。アイヌ語。北海道の地名とか、うん、このアイヌ語が由来になっていることが多いから横文字だったりするんですよ。ああ、アイヌ語なのね。そう。あ、じゃあ実際なる洞窟なの。そう。だから、与一町民っていうのは、ふごっぺ洞窟前のバス停で降りて、ふごっぺ岬に行ったり、ふごっぺ海水浴場に行ったり、ふごっぺ川にかかるふごっぺ大橋を渡って、ふごっぺ温泉でフラッペを食べるんですよ。ふごっぺうるせえな。そんなお前最後、フラッペって言ったろうな。与一町にはね、そんなにふごっぺシリーズがあるわけね。ふごっぺ温泉はもうない。じゃあ言うんじゃねえよ。ないやつを出していくんじゃない。お前もうふごっぺって言いたいだけだろ。え、何、もしかして、ふごっぺる。ふごっぺるってなんだ。怒ってるみたいに言うんじゃねえよ。ふごっぺっちゃってんじゃん。何、何つったんだよ、お前。え、あんまふごっぺったら、ねえ。言えねえんだったら使うな。地元の人間がふごっぺをうまく利用できないんだったらポケ落ちてくんだわ。やめてください。なんなのよ、結局、与一。マッサンしかいいとこなかったね。それ以外有名なやつ一つもなかったわ。あ、じゃあこれ隠し玉、うん、あります。去年できた有名なスポットが一個だけあります。うん、有名なスポット、うん、どうせあれでしょ、ふごっぺミュージアムとかでしょ。ダイソー。いや、どこにでもあるわ、いいかげん。ありがとうございました。